ネズミを何のために？いまいまし害獣どもめ毒で。キーラ、何をしている？ゲラルト驚かせないでよ。でも魔術師のネイはネズミを取ってこい、元気なやつをなって言った。エルフの隠れ家から持ってきたランプか。ネズミとは何の話だ？何でもないわ、後で説明する。それよりどういう風の吹き回し？なぜランプを欲しがるんだ？見てたでしょ、失われた魂と話をするためよ。その種の魔法に興味があったとはな。別にいいでしょ。ふん、どうしてエルフがランプをくれると？交換条件よ。彼は強力の魔法が必要で、私のことを嗅ぎつけたの。霊薬を作ってあげたのよ。神経組織の衰退を防ぐのとか、物忘れをなくすのとか。誰のための薬だ？さあ。お仲間からの連絡は？何も。この頃じゃお互いの近況もよくわからないの。その方が安全だから。連絡を取ろうとはしてないのか？取ろうと思ったことはあるけど、誰と連絡を取れるかも、誰に盗み聞きされるかもわからないわ。頼みたいことがあると言ってたな。ええ、今でもね。ウィンダマー湖の呪われた島のことは聞いたことがあるでしょ。この土地の農民はあの島に取り付いた勇気のことをずっと話してるの。あそこに行った者は誰一人戻らないとか。なぜ呪われたんだ？わからないのよ。かけられた呪文を解きたいけど、その正体がわからないままなの。手がかりぐらいは。呪いはニルフガードが攻め込んできた時、この辺りの領主ブセラドが逃げ込んだ塔と関係しているらしいわ。村人が言うには、飢えた農民たちが食べ物を求めてファイク島に行ったとか、そこで惨状にあって命を落とした。どう？呪いを解くのを手伝ってくれない？こういうのは得意でしょ。なぜそんなに必死なんだ？私じゃなくて農民がうるさいの。あの島を、呪いを解いてください、優しい偉大な魔女様って、しつこくて。はあ、村人のことなんか気にも留めてないと思ったが、立派な魔女じゃないか。呪いが解けなかったら村人は私を無能だと思うでしょうね。縛り首になる危険を犯してまで私をウィッチハンターからかくまう意味はなくなるでしょう。他人にどう思われるか、それしか考えてないのか。私が言いたいのは、わざわざこんな辺境の地まで逃げてきて、今さら地元の泥臭い男たちに嫌われたなんて理由で捕まるのはバカバカしいってだけ。つまり農民たちは食べ物を求めて島に行き、領主に殺された？村人は毒殺されたと言ってるわ。紳士的だな。うん、領主に会ったことはないけど、あの島の魔術師の話では残虐な性格だったとは思えないのよね。島に魔術師がいたのか？知り合いか？今はどこにいる？友達よ。残念だけど彼もあの時に死んでしまったの。助かったのは一握り。島から逃げた人たちも結局苦しみながら死んでいったわ。でもおかしなことに毒を盛られた様子はなかった。わかった、手を貸そう。断れないと思ったわ。とにかくファイク島に行ってみる必要があるわね。それでどうするんだ？島の亡霊なら呪いの出所を教えてくれるはずよ。彼らと心を通わせる必要があるんだけど、方法がわからなくて。彼らが話してくれると思うか？もちろんよ。この魔法のランプを持っていけばね。終わった後ランプをあげるわ。お礼の代わり、きっと役に立つはずよ。一緒に行かないのか？一度行こうとした。でも頭が破裂するくらい呪いの魔力が強すぎるの。そこに俺を生かすのか？私は鼻血が大量に出たけど、あなたならメダルの振動に耐えればいいだけでしょう。アレトゥーザで小さな魔力にも反応するように訓練された私には、棒でお尻を思い切り叩かれるような衝撃だったわ。おかしいな、そういう刺激はむしろ好きだろう。私の小舟を使って
村に近い湖岸に置いてある。十分使える状態のはずよ。腐ってなければね。この辺では何もかも腐ってしまうから。ランプがどんな風に役立つんだ。こうすれば何か起きるのか。魔法で何かやるのか。こする必要すらないわ。骨があってささやき声が聞こえるところに置くだけでいい。そうね、警告しておくけど、あんまり気持ちのいい経験にはならないと思う。では報告は気持ちのいい経験だけにしておくよ。それも必要ないわ。ゼノボックスをあげる。それがあれば離れていても話ができるの。見たものを話してくれればするべきことを指示するわ。ゼノボックス、初耳だな。メガスコープと同じだけど、ずっと持ち運びやすいわ。会話ができる魔法の箱だと思って。すぐ作れるのか。私には無理ね。だから貴重なの。めったに手に入らない代物よ。そのゼノボックスを魔術師みんなが使うようになることはないわけか。ありえないわね。どこでゼノボックスを手に入れたんだ。ランプと一緒に洞窟でね。最初はランプの一部だと思ったわ。それが何なのか分かったのは後になってからよ。あのエルフの魔術師のものか。当然ね。でも彼が使っていたかは分からないわ。出発の前に他に言いたいことは。もうないわ。早く行きなさいよ。ファイク島で何が見つかるか待ちきれないわ。終わったら報告に来てね。それとゲラルト。ん？ありがとう。憎い化け物め。もうすぐ着く。よかった。またすぐに連絡するわ。待て。このゼノボックスはこちらからも連絡できるのか。残念だけど一方通行なの。まあ私の女の勘を信じて。私の何だって。私の女の勘。頼りになりそうだ。ゼノボックスは機能してる？ねえ、聞こえてる？
なんだって？聞こえないぞ。まったく早速故障か。クソ、効き目の短い魔法だ。なんて言ったの？何かに邪魔されてるわね。慎重に進んで。ヒーラーのランプを使ってみよう。ミリー逃げるぞ、急げ。ミリー、ミリーどうした。わからない、熱い、燃える。ああ、やめろ、クーダー置いてかないで。そこら中ネズミだらけだ。生きてるのと死体と。こいつらの餌は多分、ゲラルト、そこまで詳しい報告。穏便に話をする気はなかったようだな。あの貴族はどこだ。そこに転がってる。腐ったカボチャみたいに頭を割られてな。ああして血とクソまみれで寝てたら俺たちと区別がつかないな。気品も何もない。殺すのが早すぎる。もっと苦しめてやりたかった。他にもいるはずだ。こいつの息子を代わりに苦しめてやろう。娘もだ。上に行くぞ。地下、ここで大勢が死んだようだな。金持ちの考えはわからんな。ネズミを飼うなんてウサギじゃあるまいし。逃がしてやるか。このままだと飢え死にするぞ。害獣は燃やせ。逃がしたら厄介なことになるだけだぞ。泳いで村に来たらどうなると思う。泳いで？ネズミが泳げると思うのか。ま、心配なんか無用だな。ずる賢い奴らめ、お前より賢そうだ。でも、なんか鈍い奴らだと思わないか。病気でも持ってるのかな。ああ、それにひどい匂いだ。仕事に戻れ。
つも愚かな民衆の話ばかりしよって二度と耳を貸したくもない。あの間抜けに乗せられたな。だがフレアム一人見て他の農民まで真摯だと思うなよ。閣下、農民たちが扉を破って塔に。死んだのに誰だ。出てこい。誰かいるのか。誰だ。お前は。最上階にいる。研究室らしきものはないぞ。じゃあまだ最上階じゃないのね。通路を探してみて。研究室のようだな。すごい設備だ。人体実験か。魔術師神秘会がまだあったら見逃されることはなかっただろうな。